香港チャンネル。香港さん、はい、先日、はい、えらいちょっとネットがざわついてたんですけども。ネットがざわついてたってどういうこと？香港さんが、ちょっと待ての方で喋った言葉が、これは間違いや、みたいなので、えらいなんか言われてまして。ああ、もうそれ言うな。言い間違うてんやろ。疲れてんねん。いや、なんか立法府がどうとかこうとか。立法府なんか言うてない。内閣府の立法で決めたことかなんかを言うた。俺、あれ内閣府の設置法って、言いたかった。はいはい。法だけ追ってきた。疲れとんねん。ほんだらわーってな、指摘があったから、謝罪しましたやん、はいはい。あれ、謝罪もね、ニュースになってましたもんね、すぐ。ああ、もうネット記事っても、ね、何見られてんの俺。で、あれ、見てはるんすかあれ。なんて言うんかな、ほんまに、立法って、ほんま、かすかな、これ。何やったかな内閣設置法って頭の中ではこう。何やったかなとか思って、もう、まあ、ええわ、ライブやし、もう、はいはい、ほんならライブの中で、ね、指摘されるたら、うん、それで、ええやんとか思いながら、はいはい、何やったかなって、いや、間違うことあかんねんで、はいはい、って思うので。で、せやから、謝罪さしまして、やりましたんや、YouTube 本校のちょっと待っての発言でしょ、はいはい、ご指摘をいただいて内閣府設置法と言いたかったんですが、はいうん、言い間違いました。申し訳ありませんで、他の番組では、過去に内閣設置法と発言しておりますと、うん、マンデバッサーとかでも、うん高橋先生とか、門田隆昌さん、和田参議院議員と、うん、番組やらしてもらってて、それで、ああ、俺が聞いてん、最初。あれ、どうやって、なんでみんな反対してて、うん、僕はわからないんですけどねって聞いたら、うん、いや、内閣府の設置法で、んなもう、国の意思でこそできると。できるというところで、あ、そうですかっていうので、うん、で、正義の意味で、あれ、うん内閣府の設置法とかでしょとか、ああいう発言、そっち側見ていただいてないかなとか思って。だから、一回でも間違ったらあかんわ。いやいやいや。ほんまに。やっぱり完璧を求められてんのかな。ねえ、そうちゃいます。なんでそれがネット記事になって、はい、で、わーってなったやろ、はい、だから、それをだから、ある人が突っ込んだことによってネット記事になってるわけですからね。うん。だから見てるってことでしょ？だから記事にしたとこが、はい、見てるわけじゃなかった。じゃないですよ。だから俺見られてんねん。見られてるんですよね。これも見られてんのかな。見られてんちゃいます、うんだから、見られてね、ほんなら、あれを、内閣の立法やったら、明らかに違法やっておっしゃってたから、うんはいはい、ほんなら、訂正しました。訂正しました。内閣府設置法ですって言うたことに対しては、何もおっしゃられへん。訂正した後はね。うん、それやったら、それは、正しいから。正しいんか。正しいんじゃない正しかったら、なんで議員の方々があんな風に言うたりもするの、うん、うん。そうやろそこがおかしいなと。ほんで、高井先生とかも YouTube とかでやられてて、国葬儀で国会の了解が必要とおっしゃる方々がいますけどってね、竹さんの、はいはいはい、ツイートなんですけど、99年の内閣府設置法で国会承認の上制定実施されてますし、コンメンタールで、はい国事行事にならない国の儀式に吉田茂氏の国葬が明記されていますと、うん、書いて、あるから、うんうん、これで、ね見ましたけどあそういうことややっぱりなんかなと思ってほんならね訂正されていいと思いますけど、うんうん、だからねそういう人らってそのまあ香港さんが、間違いでした、すみませんでしたって謝ったことに対しては、お香港、よう謝った、偉いって、とは言う、ならないですね。はい。だから、あれでしょ、一回の失敗、だから、セカンドチャンスとか、再起っていうのはあかんっていうことなんでしょ。ね。ね。ええ。まあ、それはそれでええとは思うんですけど、ただ、ね、僕の方にもいっぱいコメント来ますけど、そのことを謝罪したやつに対して。うんはいはいはい、ほんだら、いろいろ、見てはんねんね、とか。ねえ、いや、見てはるんですね。だから、また書きしたとかじゃないんでしょうね。うん。
そもそも、だからその、言い間違えやっていうのが、ネットでそんな、わーって別に盛り上がってなかったですからね。それがなんかえらい盛り上がってて、見聞きしたんやったらまだわかりますけど。そうそう、だから俺も再生数も大したことないから。まあ、だからね、もうしゃあないよ。そんな。ね、見られてるんですね。なんかこう、そうそうそう、上げ足を取ったろみたいな。いや、まあ、まあね。まあ、そうとは思えへんわ、俺。お前真摯に、そうやって注意。ひろゆきさんにもこの人なんか言われてありましたもんね。ああ、そう。なんて言われた昔のことなんか、蒸し返されたというか、まあまあ。税金って言うならば、とか言うようなトーンちゃうの。はい、うん。だから、そんなんも、言うたからかな、俺。あ、言うたって。名前、うん。なんか、すごいチェックされてんな。すごいチェックやっぱされてるんですね。もう、すごいな。まあ、ほんまに。でも、俺が悪いから。うん。喜んで、そんな。いや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 。喜んで、見ててんやろ。うわ、叩かれとるわ。いや、あ、僕もで、その、ちょっと待ての、それ、ライブ見てなかったんで、うん、あ、だから、本郷さんが謝罪したやつだけ、なんかツイッターだけ、パッと最初に見たんです。俺なんで謝ってたんだやろ、思って。うん、はい。だから、あ、俺見返したら、あ、うん、あ、言うてるわ、と思って。あ、うわ、そうか、もう、確信じゃないのに言ってもらったらあかんわ、と。で、謝罪。で、そこはもう。でも、早めにそれ気づいて、気づかせていただいたから。それは良かったと思うで。指摘を受けて。うん。国葬というのは内閣府の立法が作ったというところでって、うん、こんなはっきり言うてないねん。内閣府の立法って。いや、作ったいうところで、違法でも何でもない。言い訳させてくれたらな、そこだけ。いや、ほんまに、はっきりこう、ガッて言ってないねんけど。自信満々に言ってないと。で、ない。地裁でも全て却下されていると主張。うん、そうそう。日本語は意味不明って、まあ、法律のことがね、うん、全くちゃうねんからっていうところで、ね。うん、ああ。でも、設置法っていうのも、また勉強せなあかんけどね。うん、また聞くわ。そうですね。ああ、そんなんでね、本当に申し訳ございませんというところでございますわ、ほんまに。だから、設置法は、合法、そういう決め方でええやろ？まあいいですよ。それはそれで、はい、設置法に基づいて国葬儀を行うのは何の違法性もないという、ね。そうやろ。それを違法やとか、憲法違反やとか言うてるやん。うん、そこをちゃんとな、うん、整理してほしい。うん、反対側の方も、うん、ほんで賛成側の方も、うん、だから岸田さんが言うてくれたらええのにな、うん、設置法でやってんねんから、うん、憲法違反とか言わないでくださいとか、うん、そういうふうにはっきりね、なんかその国会の答弁でもちょっとなんかのらりくらりみたいな、そうそうそう、なんかややこしい言い方してるから、ほんまに憲法違反かもわからんと思ってまんやん、こっちは、うんうんうん、だからそういうところでございましてね、ほんまに、設置法、内閣設置法、内閣府設置法。間違ったらまた。ご指摘のほどを。物議。物議。もう弱輩者なんで、ご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いします。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、いいねを押していただければ、また私も励みになりますので、よろしくお願いします。香港からのお知らせでした。